ようこそ NCFTVA も元さんはい、CO2CO2 っても言われてるじゃないですかそうですね言われてますよ CO2 排出の計算ってこれどうやってるんですかこれ簡単じゃないんですよねそうですよね確かにこのぐらい燃料を燃やしたらこのぐらい CO2 出ましたねっていうのは測るのは簡単なんですよでもそれで測れない難しいなっていうところもあるんでちょっとその辺も含めて今日は紹介したいなと思いますまず抗変動枠組み条約なんですけれどもこれ実はすべての国が CO2 を含めた温室効果ガスこれをきちんと測定して 途上国であっても2年に1回はちゃんと報告してレビューを受ける仕組みがあるんですよ。これはもう決まりなんですね そうなんです、うん、もう日本ももちろんちゃんと測って報告してるんですよ国連に、はい、ただその測定は簡単ではないってことなんですけれどもまず最初に日本の排出量見ていきましょうこれは2020年度の日本の排出量11億4900万トンなんですけれどもね、うん、少しみると結構順調に減ってるように見えますかそうですね少しずつ減ってますね、うん、実は速報値なんですよじゃあ実際はってことですか確定値はちょっとずれるんです、うん、次見ていただきたいんですけれども、はい、分野別に分かれたものなんですけれどもエネルギー転換部門つまり発電所いっぱい CO2 出してるんですけれども、はい、これだけだとどこで電気使ってるかっていうのわかんないんで、うん 発電所の CO2 排出をエネルギー使っているところに分けたものなんですけれどもね、うん、こんな風にそれぞれの部門ごとにも測っているということになります。で、どこでずれるかっていうと、一番下の廃棄物、これ結構厄介なんですよ。うん、燃料だったらこのぐらい燃やせばこのぐらい CO2 ってわかるんですけれども、廃棄物ですと生ゴミとか紙ゴミだったらこれバイオマスなんてゼロですよね。そうですね。プラスチックゴミ燃やしたら出ますよね。これどのぐらい燃やしてるんですか？わかんないんですよそんな簡単に。 細かいところまでは分かってないってことなんですねそうなんですそういう難しさっていうのはあるんですよね、うん、ただこれだけ見てもねじゃあ森林の吸収源どのぐらいになってんだとこれなかなか測定大事なんですけれども、うん、分からないということになってきますね、うん、大変なんですよこれで測るのはなるほど本当の部分でどうなってるかっていうのがなかなか分かりにくいんですねそうですね、うん、もう本当に皆さん苦労してますただもう一つ測定大変っていうのは自分の国だけ測ればいいっていう話じゃない大変さもあるんです、はい、先ほど。はい 産業部門、減ってましたよね、はいうん、でも省エネだけで減らしてるわけじゃないんですよ工場ずいぶん移転したじゃないですか、うん、東南アジアですとかそこで出してるわけですよなるほどじゃあ移転した先で CO2 出して、うん、それ日本にとって責任ないですかと違いますよね日本にも責任はありますよね工場と一緒に CO2 排出も移転しちゃったんですよ、うん、その商品買ってくるじゃないですか日本は CO2 排出輸入してるんですよそれからもう一点2013年から結構減ってるってお話したじゃないですか、うんですね、これを指摘しておきますとこの2013年っていうのは東日本大 震災の後原子力発電が止まって非常に CO2 増えた時期なんでそこから測るのはずるいんじゃないのっていう指摘もあるのでそこはちゃんと言っておきますなるほどそういうことだったんですね、はい、地球全体の CO2 排出っても考えなきゃいけないと日本だけ削減すればいいってことではないんで、はい、じゃどういうふうな考え方をしたらいいのか自分の国ではなくて消費ベースって考え方も実はあるんですよつまり発電所なんかもそうだったんですけれども例えば自動車作ります今まで日本で作ってきましたでもほとんど部品海外で作って日本で組み立てるかもしれないし海外で組み立てたものを日本に輸入してるかもしれない、はい、でも 使ってるの日本なわけですから、うん、じゃあ日本の CO は排出なんじゃないですかと。 使っているところの排出になるってことなんですね。そうなんですよ。だとしたら、それ減らせなかったら本当に減らないじゃないですかって考え方もあるんです。そういう意味でも実はこの CO2 結構測定難しいってことになるんです。<ー>これちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、実際に輸出入によってどのぐらい CO2 輸出入してるんですか。そのグラフなんですけれども、中国見てください。はい、世界の生産拠点ですから、これだけの CO2 排出を輸出してるんですよ。うん、中国でもの作って海外で使うことによって、中国の CO2 排出確かに増えてるんだけれども、<ー>その部分っていうのは他の 国で消費ベースで使っていることになっちゃうんですよね。あ、そういうことか、使っているところで見ると、中国もこんなに使用通販数量低くなるんですね。その辺も我々気をつけていかないと、<ー>中国いっぱい出してけしからんという話だけじゃ済まなくなってるんですよね。なるほど、自分たちにも責任はあるよってことなんですね。その通りです。じゃあ、あだからといって中国に生産拠点移したらいけないんじゃないかと。っていう話ではなくて、世界繋がってるんで、世界にどうやって減らしていくかって話もしなきゃいけないってことになってるんですよ。はい、そういう意味で言うと、例えば、生産拠点も移動しますよね。他にもいろんな工。 他の国からもあるしその国の産業もあるわけですよ、はい、そういうところ一緒に CO2 を削減して地球全体の CO2 を減らしていこう そういうような取り組みが必要かなということでパリ協定の第6条昨年の COP26 でようやく決まったところなんですけれども先進国と途上国先進国同士でもいいんですけれども一つの国が協力して CO2 排出を削減したあと削減した量というのをお互い分け合いましょうという仕組みこれ決まってるんですそうですよねこれ以前動画でも紹介しましまたねこういうものを進めていくことによって日本では2国間クレジットいう制度を進めてるんですけれども、はい、パートナーと協定を結んでそこで一緒に削減してお互いの CO2 削減というのを分け合いましょうということを進めてます。こう でっ進めていくと消費とか生産とか関係なしに全体が下がってくるんでやっぱいい取り組みかなと思うんですよねそうですねうまく利用していくといいですけどねしかも途上国についてみるとまだまだ試合も必要だし例えば同じものを作るエネルギーでもじゃあサインを作りましょうと言った時に日本が一生懸命そこに行って一緒にサインを作って CO2 を減らしていく、うん、そういうことによってできたものも CO2 が少ないそんなような取り組みというのもっとあってもいいと思いますよねうそうですね増えていくといいですねこんなようにして地球全体の CO2 を減らすことがなってくると、はいうん、じゃあ地球全体の どうなってるか見てみたいです。ですよね。あるんですこれが。あるんですね。実は今人工衛星で CO2 ですか。これ含めて温室効果測定してるんですよ。ええ、人工衛星で測定してるんですね。二酸化炭素は薄いですけども、うん、ちゃんと特性があって、例えば赤外線吸収するとか結構波長によって見えたりするんですよ。実際に温室効果が、はい、観測技術衛星いぶき。 これ今運用中です。おお、この写真のものですかね。そうです。太陽光発電で動いてる。ああ、いいですね。<laughs> はい。ちょっとこれ見てください。地球全体の CO2 濃度こんなになってるんですよ。ああ<ー>。これ見るとインドの北部あたりが濃いなとかね、わかるんですよね。それがアマゾンのとか薄いじゃないですか。アマゾン熱帯より吸収してくれてるんですよ、CO2 濃度。うん。 こうやってわかるのいいですね。これ全体じゃなくて、はい、ピンポイント東京見ることができるんですよ。はい、東京東京どうなってるんですか？4年間見てみました。都心によってずいぶん出るところ違ってて、うん、都心このあたり CO2 多いんじゃないのとかね、んなんか工事を出し過ぎてんじゃないのとかね。ここまでわかるんですね。そうなんですよ。<ー>でも温室効果ガス重要なのは CO2 だけじゃありません。はい。見てください。うん、メタン。 以前扱いましたけれども、うん、メタンも CO2 以上に温室効果が高いのでこれも、ね、減らさなきゃいけないと気候変動の大体30%はメタンによると言われてますので、うん、じゃあそれも測定するとどうなるかっていうことでこの図なんですけれどもね、うん、これも人工衛星ででで測定できるんですねそうです、うん、赤っぽいところほどメタン多いんですけれどもね、はいうん、例えば右上の図メキシコアあたり濃いですよね、うん、濃いですね油田いっぱいあるんですよ油田からちょっとメタン漏れてんじゃないのとかね<ー> <laughs> あと東南アジアも結構高いじゃないですか。はい、あ、本当ですね。これ、はおそらく水田なんです。日本の田んぼと違って、東南アジアの水田っていうのも、ずっと水張ってるんで、下でどんどんいろんなも腐食していくんで。そこからどんどんメタン出てくるんでね、ど農業やけど、どうやって変えようかな、みたいなのを考えなきゃいけない時期に来てるのかなと、はい。そうですね。メタンの排出も抑えていきたいですけどね。その通りなんですよ。はい、そのような取り組みの仕方も、これ見ていくとわかるっていうことなんですよ。はい、まとめいきたいんですけれども。はい、気候変動対策、温室効果ガス減らすためには、じゃあ、実際どのぐらい出てるんですか?。これ、測定すると不可欠です。うん、しかも、実際にどの。 これ世界的な取り決めの中でもちゃんと測定してください、はい、報告してくださいちゃんとみんなでレビューしますよといろんな国集まってらしすぎてんじゃないのとか君たちもっとこういう政策が必要なんじゃないのとかってレビューしてるんです日本もちゃんとレビュー受けてますそれから我々国内だけ見ていちゃダメです,です、ね、確かに国内だけでも廃棄物ですとか森林吸収源とかあるいはどっかでメタンも漏れてたりなんかして牛のメタンとか測定できないんです簡単にはでもそういうものもあるんだけれどもそれでもなるべく頑張って正確に測んなきゃいけないっていうのも事実です こういった国国ちゃんと図る支援も必要です先進国のそうやって支援してお互いにどのぐらい CO2 を出してるんですかって分かることによって今度は次のステップに行くとしかもこれまでずっと日本工場移転などで CO2 排出量そのものを輸出してしまったんですよ。うん それは日本の責任ありますからね,そう,ねそういう意味でも我々はやらなきゃいけない、ね、ただそれをやるためにはパリ協定には先進国と途上国が共同で減らすような仕組みってもできてるんでちゃんとやっていかなきゃいけないということになりますいずれにしろ地球全体の話は衛星を使って温室効果ガスを見ることができるということにもなってるんで参考にしながら世界全体の CO2、メタン、あるいは他の温室効果ガスもっと削減してクールな地球にしていきたいなと思いますそうですね自分の国だけじゃなくても他の国地球全体の排出量の削減も取り組んででてほしいですね。 そうですよね、はい。このチャンネルでは脱炭素を軸とした情報配信を行っております。チャンネル登録、高評価通知もオンでお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた。次回。次回